はい、では間もなくミーティングスタートします。もう少々お待ちください。えなこ専務、集中してますね。嬉しいです。えなこ専務がこんなにやる気出してくれるなんて。なんか困ってるのかな。なんか手伝った方がいい。でも今近寄りがたいですよね。確かに。あ、わかった、はいはい、なんかわかったみたい。おお。できた、見て。これ小津山康子の収支表。わあすごい、こんな難しい計算してたんですか。そう、すごい。もうこれなんか間違ってるんですよね。え、嘘、本当だ、間違えてる。いや、ほら、ここここここ。え、っていうか結構間違え、いや、うわ、ここね、ここね、1プラス1なんて間違えてるよ。え、そんなのわかんないよ。だって1たす1は友情で2にも3にもなるんだよ。いや、筋肉マンか。なるほど。はいはい。はい収支表って何だろう。収支表って収入と支出。いや、そこまでね、あのね、根本的なものだってね、わかんない。私ずっとそのコスプレイヤーをやってきたから、社会人って経験したことなくて、そういうのわかんない。そうですね、まあ、専務は普通経理みたいなことはやらないですね。そうなんですよ。経理とかってあんまやらないからわかんなかったし、収支表計算苦手だからちょっとよくわかんない。英語でプロフィット&ロス。え、何ロス。いや、でもプロフィットもあるからね。ロス、わかんない、海外に何て言ったのかやっぱりこの会社ではね、数字苦手な人ばっかりで大変ですよね。え、ポルさん強いの数字。あ、私ちょっと何よりね、文学系ですよね。まあ、でもここね、あの部署違うから、そう、そういうの会計とか違うから。そうですよね、うちコスプレだけやってないから確かにコスプレ頑張りましょう、ハロウィンもあったし、でもうちょっとしたらクリスマスもあるし、うん、でクリスマス終わったら冬のコミケがあるんですよ。そうですね、すぐですね。もうそうなの。だからいつ頃だいたいコミケ。そうコミケはね、今年も、あ、今年ってか今回は4日間参加うん、4日間開催で、うん、31、30、29、28、うん、の4日間。年末ですよ、年末。ど年末なの。そう、コスプレイヤー年末帰れないですからねだってあのこの前話したのスペインのお盆がね、やっぱりそのスペインの漫画イベントだから全然誰も墓参りしないと、みんなコスプレしてて会場で面白い。帰れないもんだ。帰れない。コスプレイヤーがやっぱり帰省するよりずっと大事なことがあってね、イベントコミケ。確かに。私もでもイベント終わったら私は急いで名古屋帰っちゃうかな。あ、終わってそのまま31日、うん、頑張って帰る。コスプレ着たままでも。着たままはちょっとあれだけど、まあ、急いで。そこまではない。全部一応あの、まあ、先ほどはあの経理みたいなことやっていただきましたけど。はい。あのまあ、いろいろ会社の部がありまして、うんうんうん、あの今回来ていただく部があのマーケティング部というのがあるみたいなんですね。前回が広報で今回がマーケティング。なるほど、誰が来るんだろう、ね、じゃちょっと早速呼んで。資料に書いてあった来るかな、勝手に。あ、来た。どうぞ。開かないかな、開けたり。はい、どうぞ。あ、ココロちゃん、お邪魔してきます。あ、お邪魔します。こんにちは。自己紹介から。はい、篠崎心です。よろしくお願いします。はい、マーケティング部の西山のぞみです。よろしくお願いします。
あれ、心ちゃん久しぶり。久しぶりです。東京ゲームショー、ゲームショーも一緒だったんですよね。そうだったんですね。まさかマーケ部にいたとは。そうなんです、マーケ部に。皆さん一緒なんですね。さすがですね、コスプレイヤーのつながりがあるということでですね、今日はトップコスプレイヤーのえなこ専務と、ココさん、はい、そして趣味でやってる、私ですね、駆け出しのコスプレイヤー、私西山のぞみと、コスプレイヤー以外でもいろいろ活動している篠崎心と集まったので、皆さんがね集まりましたので、プロコスプレイヤーというもの自体も、みんなで勉強していこうと思います。ということで、ね、用意してもらってるものがあるので、はい、資料ですか。はい、ぜひお願いします。準備の方、はい、お願いします。じゃあ用意してる間に、皆さん面識とかあるんですか。面識、そうです、ね、全くなくて、私えなこさんと結構よくお仕事一緒になることがありますね。ね、この前の東京ゲームショーも一緒だったり、ね、ここ3人一緒だったわ。一緒だったんですよね。そうなんだ。私西山さん初めてなんですけど、はい、そうですよね。私はすごくもうご存知です。いや存知です。存じております。普段はコスプレイヤーとして、いや全くもっても、私はもう一般の、もう一般のコスプレイヤーです。あ、じゃあ趣味です。週末にこうコスプレを楽しんで、普段はお仕事をされてる。あ、そうです。もう全然ハワイアン TV とかにもお世話になってるような。全然違って、なんかこっちの人でしたね、なんか。あ、でもなんかもともとアイドルとして活動してて、私ももともとアイドルしていたんで、ここはもともと仕事を一緒にしてるんで、この、ね、衣装がね。そうなんですね、アニメデル TV っていう、ハワイアン TV でやっている、そうなんだ。そうなんです、アニメをめでるっていう、見ました。そうなんですよ、番組に今一緒に出てて、出てます。で、普段コスプレも一緒にしてるっていう。ちなみに東京ゲームショーは趣味で行きました、はい、あ、すごい。はい、という感じでですね、はい、こういうものを今日は用意していただきました。このですね、業界分布図を使って、私たちを含めていろんなコスプレイヤーさんのね、分布図を作っていこうかなって思います。お願いします。はい、この分布図はどう分かれてるんですかね。これはですね、まあ、見ての通り、芸能から一般、で、芸能でも仕事でやってるのか、プライベートでやってるのかとかっていう、まあそうですね、まあ、名前を貼っていけば大体分かってくるかなって思うんですけど、今日はね、名前が、はい、ありがとうございます。準備していただいて、お願いします。まあ、これから、まあ、いろいろやっていただくんですけど、まあ、指標って言ったらおかしいですけど、まあ、一番こう有名な方って言ったらおかしいですけど、はい、まあ、例えば加納姉妹さん、ああもう上場、はい、すごかったですよね。すごかったですね、あの巨乳どこにしまったんやっていうね、はい、一応加納さんの、立ち位置というか、それを決めさせていただいたのが、はい、芸能のプライベートの一番頂点という形ですね。なので、そうですね、ここですか、はい、あ、なるほど、芸能の、確かにそうです、極まってます、いやもう極まりすぎてね、私もうここだと思うんですよ、もうなんか、もう引き抜けちゃって、もう引き抜けちゃって、限界突破よ、これギリギリだね、貼れなくなっちゃう。確かに、姉妹さんはそうですね、芸能の中でもプライベートでガチでやってるっていう、写真集とかも出されてね、そうですよね、今やコスプレイヤーも知らない人はいないってくらいすごい有名な、本当に、じゃあ、皆さんやっていきましょうか、はい、で、じゃあえなこさんあちらからに行きましょうか、じゃあ、あちらから立っていただいて、はい、で、もうちょっとホワイトボードずらしますね、はい、この辺かな、はい、見やすく、はい、でやりましょうか、はい、じゃあ猫のさん、はい、ワットのあたりかなって思うんですけれども、普段はお仕事、普段は結構お仕事でする時もあり、はい、でも一般で、プライベートでコスプレしてることもあり、おなので、どっちなんですかね、比率が一般、プライベートの方が多いですね。でも多いんだ、多いけど仕事も、ね、もうする、でも芸能ではない、芸能ではない、おな、こそう、まあこの辺かな、この辺かな、この辺多分この辺だと思います。この仕事、もうしつつ、なの、仕事もしつつ、プライベートより、そうですね、プライベートより、一般よりの、